1915年創業のアメリカでもトップクラスの化粧品会社であり、1996年以降はロレアル傘下のブランドの一つとなり、世界ナンバーワンメイクアップブランドとして、90カ国以上で販売をしている。ブランド哲学、Maybe s e s Born with IT、Maybe It's Maybelline 彼女は IT を持って生まれたのかもしれないし、それは Maybelline なのかもしれない。 ブランドタグライン、メイクイットハップになりたい自分を思いのままに表現できるメイクの可能性やメイクによる自信をパワーに新しい何かを起こそうとする自分の一歩を応援するというメッセージが込められている。1913年に薬剤師だった t l ウィリアムズが妹、メーベルのために考案したのがメーベリンマスカラで他の女と恋に落ちていた妹、 メーベルのボーイフレンドチェットを妹の方に戻したいと考えたウィリアムズはワセリンゼリーに石炭粉を混ぜまつげを濃く見せる化粧品を作ったメーベルはそのマスカラを使用し続け無事結婚するに至ったというエピソードがあるこれがマスカラ第一号となる夢に向かってパワフルかつポジティブに頑張る女性を応援するキャンペーンとしてパワーオブメイビーを2006年7月より 公式サイトを立ち上げ、NY で活躍する日本人女性がリレー式に生活を綴るなど、NY ブランドというアイデンティティを活かした活動をしている。以前、夢、応援資金として女性たちが実現したい夢を叶えるためのサポートをするキャンペーンを実施していた。ありがとうございます。